創価学会というのは日蓮聖宗の中の一部の会であります。日蓮聖宗にはご承知のようにお稽古とか何々行こうとかのあるうちの一つのうちの創価学会であります。ただその古い御信者と違うところはですね、古い信者方はいつか公選部ができるだろうとこう思ってるのと、創価学会は公選部をするっていうとちょっとが違うんですね。それだけの相違なんですよ。古い御信者はいつかできると思うのでのんきにしていますけれども、我々はすぐやらなきゃならんと思うから忙しいだけです。ですから公選部ということは私らの使命だと私は思うと思うんですが、